剣ヶ峰剣ヶ峰の石碑と二等三角点最高凡剣ヶ峰が中央に見える剣ヶ峰は富士山の山頂にある八つの峰の一つで富士山の最高峰でありその標高は3776メートルである日本最高峰富士山剣ヶ峰と書かれた石碑が建てられており混雑期はこの場所で写真を撮るために順番待ちができることもあるこの剣ヶ峰から西方向に 大沢崩れが形成されており、下流では、ウル川となって、駿河湾へと注ぐ。県が峰付近には、富士山特別地域気象観測所が設置されているほか、山口聖紙の区域、河界まで、断崖富士の壁に立つが置かれている。3776メートルの標高については、以下の二つが関わっている。国土地理院が設置した二等三角点。 富士山の標高3775.51メートル二等三角点。富士山から見て、北12メートルの岩の高さ3776.12メートルどちらも、死者誤入すれば3776メートルとなる。富士の宮口頂上から県が峰への登山道を描く、登山道を登り切った頂上が、河口の外周であり、外周はすべて山頂あるいは、 頂上と呼ぶため外周に立てば登頂したことになる。しかしその登山道からの直近、山頂は、富士山最高標高地点である剣ヶ峰とは異なる。剣ヶ峰に到達するには、各登山道頂上からさらに歩く必要があり、おばち巡りコースで数十分かかる。道のすぐ脇は崖であり、特に柵もないので、強風時や高天時は危険であり行くべきではない。 用いる登山口によって、到達した頂上から剣ヶ峰までの距離が大きく、異なる。一番近いのは、富士宮口で、次に御殿場口、一番遠いのは、吉田口、り口である。お鉢巡りの場合は剣ヶ峰を含め河口の縁を一周するため、用いた登山道による山頂歩行距離に差は出ない。ありがとうございます。